はい、どうも、バタデン2100です。今回は中古の鉄コレを開封します。今回はこちら。はい、広島電鉄350型 A です。こちらは広島のポボンデッタで1120円でした。まあ、税はありますね。で、一応中古ですが、箱もあって、なんだっけ、線路もついてると思います。で、この鉄コレね、なかなか前欲しかったんですけど、結局買えずに終わってたんで、よかったですね。こういう低床のね、これ全部一線型ですけど、こういうのは全部、こういうのだけじゃなくて、やっぱね、古い広でも欲しかったんで、ちょうどあってよかったですね。この350型 A って何なんだろう。B もあんのかな。でかいバーコード貼で、このヒロデン350型、ちょうどこの番号ですね。は、これ買った日に、路面電車祭り、広島電鉄の路面電車祭りで、ちょうどこれもいましたね。352ってやつ。はい、じゃあ開けます。あ、シール入ってんだ。シールも未開封の状態で入ってますね。広島駅とか宇品3丁目とかですね。はい、こんな感じですね。結構車両小さい。はい。ああ、すげえ、線路も未開封ですね。すげえ、これもう本当、新古品みたいな感じですね。線路も未開封で入ってました。おりゃ。ああ、揺れた。当たった。こんな感じですね。じゃあ車両を見ていきますか。かっこいいね。結構すごい。この路面電車の古い分はこれ初めて買ったんですけど、すごい細かい。この辺とかすごい細かいですね。かっこいい。行き先は宇品2丁目かな。宇品2丁目ですね。ワンマン。おお、これはリアル。すげえリアルですね。この辺の印刷とか、細かいです。352。すげえ。ちっちゃいですけどね、すごいリアルです。これって動力化とかできるのかな？車輪もちっちゃいですね。で、パンタグラフが上がりますね、ちゃんと。おお、リアル。すごい、これ、全然中古ですけど、全然いいですね。傷もないし。ほう。じゃあ、線路に乗っけて、近くで見てみたいと思います。はい、線路に乗っけるとこんな感じですね。かっこいい。ちょっと暗いな。この緑がやっぱ広電っぽくていいですね。で、これ隣は限定品のレックスです。これなんか広電らしい並びでいいですね。広電の旧型車あんまり製品化されてないから、今後ももうちょっと製品化してもらうといいですね。こんな感じ。はい、今回はこちらの広島電鉄350型 A の鉄コレを開封しました。
それではさようなら。